暗光天皇は、日本の第二十代天皇。日本初期での名は、穴穂天皇。暗殺されたと明確に記された、最初の天皇である。お浅妻は久保宿根天皇の第二王子。母は、地帝網二杯巫女,の女、押坂の大中津姫。木梨恵巫女の同母帝で、大八世若竹天皇の同母に。父帝が崩御すると、 軍神の指示を失っていた大使の兄に代わって即位。石上アナホグルにを移す。即位元年、ネオミの残言を信じて、叔父の御子の奥坂王子を中殺。即位二年、その日であった中志姫を皇后に立てたが、翌年8月9日に、連れ子のマヨア王に暗殺された。その後、弟の王八瀬王子が、マヨア王を含めた多くの皇族を殺して、後を継ぎ即位。 ネオミは14年後に残言が発覚して中殺されたが、安々と信じてしまった安光天皇の過ちもありネオミの子孫が根絶やしにされることはなかった。寒風志望である安光天皇は、代々の天皇と同様、奈良時代に大海の御船によって先進された。陰陽天皇42年1月に、お浅妻は久保宿根天皇が崩御。皇太子の木梨し慶子には、 近親相関の善科があったため、軍神は従わず、同母帝の穴ホ王子を衰退した。木梨慶美子は、軍神が流反していく不利な現況を批判して、物の部を前宿ネの館に潜んだ。そこで、穴ホ王子は兵を率いて、館を包囲。大前宿ネの計らいで、戦は避けられたが、慶美子は自殺した。穴保王子は12月に戦争。即位元年、天皇は、 大発瀬王子の日探しがうまくいかないのを見て、おばの草子を、はたびびめ王女を見合わせようと考えた。そこでネオミを、巫女の兄の大草花王子へ使わし、そのよう伝えさせた。大草花王子は、心から喜び感謝して四回も頭を下げ、言葉だけを返すのは無礼だとすら考えネオミに、宝石と金で飾った冠を持たせた。しかし、ネオミは、 宝の美しさに目がくらんで着服し、大草か王子は縁談を断った上、刀を抜き起こったという残言を行った。これを信じた激怒した天皇は、大草か王子を中殺し、翌年にその日であった中島を皇后としてしまった。即位三年、天皇は神殿で皇后に悩みを打ち明けた。それは、皇后と大草か王子の子、すなわち、 皇后方の連れ子である当時7歳のマヨワ王が成長し、父親を殺したのが自分だと知って復讐心を起こさないかということだった。実はその時床下に、当のマヨワ王が入って遊んでおり、真実を知ったマヨワ王は、天皇の心配通りに復讐を決意した。マヨワ王は8月9日、天皇が寝入った隙を見計らって神床に侵入。そばに置いてあった立ちを使って、 天皇の首を切り落としてしまった。天皇は、古時期、旧時期に、去年五十六帝王変年期に、去年五十四と伝えられる。皇太子を指名することなく崩御したが、いとこの四変をし、和美子を、皇位継承者に立てる腹積もりであったとされる。しかし実際には、天皇の弟の王八瀬王子が、四変をし、和美子を殺して定位についた。陰行天皇の、 第三王子。母は押し坂の大中津姫。有力天皇の道母に。日本書記の伝えるところによれば、以下の通りである。日本書記に記述される在位を機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と西暦対象表の一覧を参照。宮の名称は、日本書記では石上穴保宮。伝承地は、現在の奈良県天理下町。 同志、田辺、柏原市石原田町の三説がある。暗光天皇、菅原伏見清涼寮の名は、菅原伏見清涼。宮内庁により、奈良県奈良市蓬来四丁目にある蓬来城跡に、事情されている。古城一号墳とも称されるが古墳ではないとする、見方が強い。近年の調査結果でも、古墳時代の遺物は発見されていない。城跡としては堀を巡らした。 宝慶館の東側に前出しをつけた中世の平城である。宮内庁上の形式は片球。なお、南東には追任天皇陵に事情されている菅原伏見東領が所在する。追任天皇陵の飛び地以後に事情されている遺跡名兵庫山古墳は暗号天皇陵に考え定めする説が元禄期以後に参見される。 直径約40メートルを測る大型円墳である。宝来山古墳の北西、約200メートルの平城を計3城台路上に位置し、王子を歪めてでも残された古墳ということになる。また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。中国の僧女、領書に記される、和の合王中の和王教に否定されている。兄である、 木梨慶美子には、近親相関疑惑があったとされているが、安黒天皇も、近親相関をしていたのではないかという説がある。これは、古事記では、大草加王子を殺した後に妻にした皇后が、同母姉であるはずの長田大娘王女とされており、木梨慶美子と慶王娘王女の逸話からして、禁止されていると推測されている同母の、兄弟姉妹婚にあたるためである。日本初期の有略記では、 安号天皇の妻は、理忠天皇の御子である中、磯王女とし、またの名は、長田大娘王女と中をつけている。ただし、本件が、危機の古術から生じた美雨節であることは次のように、少なくとも、徳川時代にはすでに知られていた。長田の大いらつめは、初期有力の巻に、さ、来る実る別の天皇の女中し姫の御子さら、名花形の大娘王女と言くなり、 大晦そサザイの天皇のこの奥坂の御子長田の御子に、して迷わの王を生なり。うんとある女王にて、理中の巻に、次の日旗たびの王女中磯の御子を、生とあるぜなり。しかるを、この木に、理中天皇の御子にはこれの中、磯の御子はなくて、陰行天皇の御子に、長田の王いら集めあるは、理中天皇の御子の陰行天皇の御子に、紛れたある伝への、こなり。 陰魚を天皇の御子とするときは、天皇のご同母妹に雑すものを、いかで書こうとはためたまものむ。古事記伝四十1二。ありがとうございます。